はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでカオルさんですね。はい、トップスクロームアップデートを2つで、コンプリをしたいということでね、追加ありがとうございます。よいしょ、この間ね、よかったですね。よいしょ、まあお客様のその落ちる、いつも言ってますけどね、落ちるタイミングですんで、はい、お願いしますって最後ポチってください。店長は順番にこう発送したり、BB の弾いたりしてるだけなんで。よいしょ。はい、じゃあ行きまーす。ちょっと平等でしょ？ね。はい。お、いきなり青だ。青は3位あったっけな。どうだったっけな。パラレルだけかな。お、このバックでもうわかるよ、店長。ほら、いいんだよ。もうね、開けてると分かっちゃうんですよね。もう2015年のボーマンドラフト。なんてもうこの辺ちょっと見えただけで、あ、ベニテン。はい。山城さん。覚えちゃうんですよ。はい。シリアルです。なかなか出ないですよ。うん。いいっすね。あれはほんと150ケースかける8だからどのくらいだろうな。まあそれぐらい開けたということですよ。アホでしょね。まあお客様のね、アメリカのお客様から受注受けてやってましたんで、その時はそれを1ヶ月半ぐらいやったのかな。まあ約2ヶ月ですよね。でもその2ヶ月間の間はここ休みなしですからね。週7日来てました。で、さすがに2ヶ月目。1ヶ月終わってね、ケリニックのパープ。さすがに体重も7キロぐらい落ちちゃって。これやばいと思って。ほんとあれは、あ、大谷さん！はい。ブラックゴールド来ました。久しぶりに出ましたね、これ。なかなか出ないですよ。ケース1人いるかっつったら、ね、いないのが3、4割ですから、ケース開けても、はい、リフマリンちゃんだ、はい、店長大好きです。はい、リフ、あ、サインオールスター、誰だろう、せーの、 FF、 おー、いいっすねー、かっけえ、 FF いいなぁ。オールスターアウト。はい。あれ？ついてるね。ねえ。おめでとうございます。はい。これでも確率的に言ったらすごいですからね。さらっと来ちゃうよ。ねえ。オールスター、いくつだったっけ？これは通常 ?949、95箱ぐらいです。それとインディアの青が一緒に入ってるんですか。はい。よいしょ。いや、FF のサイン初めて見たな。オールスター。はい。ランティでした。ちょっと FF 店長大好きなんですよ。このね、FF さんはもう広角打法がすごいですね。腕の使い方、素晴らしいですよ。うん、まあ、タッパがある程度あるんでね。ただ、腰の落とし方が半端ないですね。うん、ただ、腰に負担があまりかかってないような、ね、そういう打撃。なので、こう、年間通して平均的に活躍してる、アベレージを残してるっていうのはその秘密なんじゃないですかね。あまり腰に負担かかってないけど腰を落として打撃ができてるんですよね。足腰が強いのかもしれないですけどね。太ももすごいっしょ。まあすげえ、まあ店長でも
想像ができないぐらい鍛錬してるんでしょうね。大谷選手とかも、もう、プロの人たちが、方々が見ても、あいつはやべえ、練習量やべえって言うぐらいですから。やっぱそれだけの努力はね、必要なんですよね。はい、じゃあいきまーす。2箱目。まあベースね、コンプリするといいですね。まあ箱によってなんか出方がね、ある程度こう、まあ完璧に同じじゃないですけど、似てる、ある程度似てるような入り方はしてるので、一個埋まればね、ポンポンって埋まる。あ、オトニさん!すごいね。おー、こう欲しい方いっぱいいますからね。全然トレードでも使えますし。ね。よいしょ。いやー、来てるわ。カオルさん来てますよ。ゾーン入ってます。はい。お、リフ。ホセラミ。はい。顔が可愛いでしょ。ね。はい。いいキャラっすよね。ホセラミさんもね。はい。フェリシア、リフ。キンブレル。はい。キンちゃん、オールスターだ。うん。キンちゃんのオールスターもあんま見ないな。デューパールさん。キリロフのパープル。ちょっとね、急いでますけど、ちょっと今日はもう、コンポートあれで。もうちょっと、はい。PB のお客さん間に合わない。今日できるだけちょっとやりたいなと思って。あと30分ぐらいしかないんで、できる時間が。はい。ウィンフィールドさん。さっき店長、手洗いに行って。よいしょ。外さん。ちょっと鏡見たら。スナギツネ麺みたいな麺になってて疲れて、ああ疲れてんなと思ってお、青、しかもサンディエゴ、誰だ、ウィザーズ、あ、メランコンさん、はい、メランコンさんもかっこいいっすよ、半端ないっすよ、はいね、これ199です。だから2箱ともシリアルが出て青。で、FF。オタニさん、2枚。いいですね。はい、ということで。まあでも、大体なんかコンプリしたいから、ついでに買いましたっていう時って、結構なんかね、いいの出ますよ。なんかわかんないですけどね。はい、よくよく、こう、うん。ついでに買いましたとか、まあ、当たったからもう一個買ってみようかなとか。そういう方のがなんかいいの、よりいいのをこう当てるような、はい、ここ十何年でお客様の反応を見てると、ね、動向を見てると、そんな感じがします。はい。ね、1年2年のデータじゃないですから、店長の実体験の実感ですから、ね。はい、おめでとうございます。FF さんの際。いや、フリーマンもいい選手になりましたね、すごいね。はい。じゃあ、あ、200個だ。はい。申し訳ないです。はい。200個だと。あ、行くな。あ、行くわ、行くわ。一番超えます。すいません。はい。じゃあ、左店長、右お客様です。もう、頭が、もう、早くやんなきゃっていう。はい。じゃあ、参加をします。ワン、ツー、スリー。お、クイーンのワンペアですね。はい。店長、ワン。6のアンペア。はい。で、お客様がクイーンですから。はい。じゃあ、赤マグホもゲットです。すごいですね。連勝ですね。はい。いないようでした。はい。じゃあ、またね、ぜひご利用ください。ありがとうございました。